おはようございます。2018年5月31日お民家風の家最後の朝ごはんです。じゃーん、今日もいつもの定番朝ごはん、わかめの味噌汁ご飯に大根のサラダにとろ納豆で、今日は冷蔵庫の片隅に見つけたこの辛味噌、有機のお味噌専門店で買ったご飯のあて、日本酒のあてになる美味しい味噌を見つけたので、これがちょっと加わってます。ということで、もう5月も今日で終わりですね。皆さん一日今日も頑張りましょう。ということで、古民家風の家アダムゴンでした。いただきます。辛味噌です。